うん、あのー、あそうですごめんなさい番組冒頭でちょっと申し訳ないんですけども、はい、ちょっと番組からちょっと、ま、謝罪というかちょっとあのー、先週の放送に関して一個謝らなければいけないことがありまして、はい、なんか合コンのお話したでしょうちょっと。 合コン行ったことあるなんかおりなんか今度バンドマンと合コンするから教えてくれ加納さんっていうお便りが来たんで軽い尻のお便りみたいなのが来ててで合コン行ったことあるみたいな話を軽くしてたんですけどもうちのね西畑がちょっと合コンマスターだということで高本さんからね西畑は週8で合コンに行っているもうあのなんて言うんですか 先輩に媚びへつらうこと鬼のごとしで、あの合コンマスターだみたいな話をしたんですけども、ごめんなさい。数字の方に誤りがあったみたいで、あの週7でした。本当にお詫びして、もう訂正申し上げます。これ、だいぶ変わってきますので、あの一日に、あの二件行ってるのと思均等に1回行ってるのって、全然、その西方に関するイメージ。 やっぱよくないですよね。そういうことでイメージって決まっていきますから。前のコメントで週八やったらキリンの田村やんって来てました。あやっぱりそこはやっぱりあの知りません悲観とって思ったんでね。思ってました私も。どっちですか。ホームレス中学生売れる前あとどっち？売れてんのに週八はすごいよ。あとですよ。あとなんや。ですよね。すごいね。そうですよ。貪欲さが下がらず。 それバスケの話だったごめん合コンじゃなかったごめんなさい、ね、あ週8でバスケしてるっていう <laughs> それでもやりすぎ、ね <laughs> はい、<laughs> その1日2回やってるときはどう区切ってんの <laughs> ずっやってるわけ違う体育会に移動してるってことですか <laughs>